ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、今回もですね、映画、はい、出会いは奇跡にご出演いただきました。今日はね、とてもとても可愛らしいゲストをお呼びしています。はい、出会いは奇跡で、主人公根本真子の中学校時代そうですねの役をしていただいた、はい、稲田ほのかちゃんになります。はい、まずですね、ほのかちゃんの方から、軽く簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、ジュエリーキッズプロモーションの稲田ほのかです。今回は根本真子さんの中学生時代を演じさせていただきました。東京都出身の中学2年生14歳です。よろしくお願いします。はい、すごいですね。え、もう本当いつも一番最初からそうだったんですけど、はい、この今ラジオを聞いていらっしゃる方、もしくは YouTube をね、見ているいらっしゃる方もそうなんですけど、なんと中学2年生で、もう素晴らしいと言いますか、驚かされております。毎回毎回ね、会うたびにね、本当なのみたいな感じで僕も本当しっかりされてね、そう、しっかりされてるしね、チャーミングで可愛いしね、すごいよね。ありがとうございます。はい。もうね、6月に撮影しましたけど、一番最初、ほのかちゃんからそのオーディションといいますか、連絡が来たのって、もうなんか春ぐらいでしたよね、確か。3月ぐらいだったと思うんですけど、でその時の、応募したきっかけと、実際撮影現場に行く前のお気持ちと、撮影現場に入った時の実際こうだったっていうところを3点お話しいただけますか。はい、はい、まず私は今年の2月ぐらいに学校を転校して、それまではずっと舞台だったんですけど、そこで他の映画とかにもやってみたいっていう気持ちが出てきて、オーディションを探してた時に出会いは奇跡っていう題名を見て、え、これなんだろうって思ってすごく興味を惹かれて開いたところが最初でした。はい。で、その時に応募のところに10歳から50歳ぐらいまで、でなんかカッコで小学生の女の子の役みたいに書いてあったので、なんかちょっと年齢は外れてるかなって正直思ったんですけど、挑戦してみたい気持ちが勝って応募しました。で、はい、撮影当日まではなんかすごい緊張の気持ちが強くて、Zoom でなんかお話はさせていただいたんですけど、それでもやっぱり初対面っていうか実際に会うと緊張しちゃうことが多いので、すごい怖かったっていうかすごい緊張が大きかったんですけど、台本を読んだ時にすごい感動して、本当に幸せだなって思っていたので、楽しみな気持ちもすごく強かったです。で、当日はもう朝から緊張してて、でもその場所に着いた時にのレンソンとかがいらして、なんか驚いたんですよね、すごい。はい、なんか驚いてましたよね驚きました、なんかイメージしてたのと違って、もっとピリピリしてるかなって思ってたので、なんか温かすぎて驚きましたフランクになんか声かけた記憶があります、なんか、はい、こっちこっちみたいな感じでねなんかもう本当、こんなに温かい雰囲気なんだなって思って、驚いても、若干動揺しました。で、確かあれから2階に上がって、ご家族の方もね、ちょっと来ていただいたんですけど、そこにまた入ってから、
ちょっと賑やかでしたよね、確か。はい、そうです。ねえ、楽しかったですか？楽しかったです、もちろん。普通のね、もう本当これ皆さんもう全員から言われてるんですけど、映画の世界はなんか厳しい感じをイメージしていたけど、まあ、あるいはなんかシーンとした怖そうなところなのかなと思っていたけどっていう、みんなけど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 って言って、いや実際全然違ったって言って、あ、そうなんだ、なんかそうしないといけないのかなと思うぐらい言われたんですけど、ただ僕はね、もともとこの映画の本業がそれではないので、うん、もう経営者と普通の経営者、会社のもうニコニコとするのが僕がね一番大好きなことなので、それをしましたね。そしたらなんとね、可愛いね、妹さんとね、ね、連れてきていただいて、うん、ね、お母様も来られましたけど、素敵な家族でいいなと思いました。でどうしたらそこまでスムーズにしっかりとお話ができるのかをものすごく知りたくて、いつか教えてくださいね。いやいやいや。そうそうそう。で、私は世田谷に住んでいて、まあね、ちょっとそう遠くないんですよね、ほのかちゃんって自宅がね。はい。電車1本で来れそうなところで、あんまり時間もかからなくて、またまたすごく可愛くて素敵な子が近くにいるんだ、まあ近いというか、まあ本当に身近にいて、僕もね、嬉しかったです、本当。ありがとうございます。実際、根本真子役、まあ子供の時代の役が、まあ本当、もう数分間の尺なんですけど、確かあの時一人だったんですよね、ちょうどね、他のメンバーと一緒のシーンではなくて、はい、どうでした、やってみて。他の方々がいなかったっていう面では、ちょっとなんか会ってみたいなっていう気持ちももちろんあったんですけど、うん、こう自分と根本真子さんとかっていうので、なんかしっかりお話できたっていう面ではすごい嬉しかったし、なんか貴重な経験だなって思いました。うん、あ、そうそうそう、確かにね。はい。で、演技の芝居の面では、うん、まあ私もすごく重なる部分が本当に多くて、うん、なんか私もあんまり学校に行けてないので、うん、なんかそういう面でもちょっと重なって、なんか。いろいろ考えることも多かったです。ものすごい影響を受けましたね、じゃあね、はい、よかったですね。はい、重なる部分がこれだけ多いと言われまして、うん、根本真子さん嬉しいですか？そうですね、なんかね、本当でもね、本当そのほのかちゃんの一面だけをね、うん、一面だけだと思うんですけど、こうやってお話ねしてると本当にしっかりとハキハキと、うん、答えてらっしゃるから、なんか本当になんかね、なんか私と全然違うみたいな感じではあるんですけれども、でも実際多分ね、やっぱ本当の一面だけで、うん、いろいろその思ってることがあるんだなと思って、うん、なんかね、そういう面でなんか共感し合えて、なんか私自身もとてもなんか嬉しいというか、うん、なんかみんな本当それぞれこう悩んだりしながら、やっぱり前にね少しずつでも進んでるんだよなって思って、うん、私もなんかすごく共感できて嬉しかったです。うん、はいね、こうやって本当に素敵なね、可愛らしい、うん、ね、ほのかちゃんと会えたことも本当に奇跡だし、ね、うん、よかったですね、本当に、うん、よかったです。でこの映画をね、ね、この映画を作る、光栄です。光栄です。だってこのね、根本真子の下積み時代を書こうと思わない限り、この映画を作ろうと思わない限り出会えなかった、うん、仲間なので、ですね、ね、本当にね、根本真子、ほのかちゃんのことがきっと大好きだと思いますよ。ありがとうございます。はい。
今普段活動されている内容ですとか、ちょっとほのかちゃんの自己 PR タイムにしようと思いますので、まあ、何でもちょっと話していただいて大丈夫ですよ。いつからこういうことをやっていて、はい、今こんなことをやる、はい、ちょっとなんか遡ってしまうんですけど、はい、私は小さい頃からなんかリトミックを習っていて、うん、その歌の先生が劇団四季の先生だったんですよね。でなんかその先生に誘われて今の事務所に入って、うん、でそこで初めて子供の出る舞台っていうのを見て、なんか私にもできるんだって思って始めました、うん、で、まあ、今はミュージカルはあんまりやってないんですけど、声変わりで、でも、まあ、またいつかミュージカルとかも関わっていきたいし、こういう今はこういう映画とかそういうのにもチャレンジできてて本当に幸せだし、これからももっと頑張っていきたいって思ってるところです。うーん、素晴らしい。なんか素敵ですね。ありがとうございます。近々そのなんかイベントの予定ですとかそういうのは、うん、もう今後どれぐらい先までもう決まってるんですか？今決まってるのは7月の終わりに舞台に出ることが決まってます、はい、7月終わりね。なるほどなるほど、はい、うん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 。その後はまたこれからって感じですか？まあ今のところはその撮影の予定が2つ、うんうん、は予定されてます。あー、なるほどですね、はい、はい、ちょうどね今日が7月の8日収録だったので、うん、どんどんね本当活躍していただきたいな、うん、なんか教えてください、今度こういうのをしますよっていうのをね、ね、はい、舞台がほとんどだったんですよね今までは。そうです、うん、映像がもうほとんどないって感じだったんですか？はい、全然ないです。じゃあ今回初めてだったの？はい、初めてです。そう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 、多分これ収録、今は収録でこれ放映されるのが多分8月の末だと思うんですけど、まあ、9月の10日から出会いは奇跡が YouTube でまあ配信されるんですけど、その後にちょっとエピソード2を考えてまして、そこにねちょっとまた何かご縁があればいいなと今考えているところです。はい、今考えながら言いました、計算して。あとね、役に出ていただいたことと、次の日だったかな、私が研修というか講話をさせていただいた時にも出席していただいたんですよね。はい、楽しかったですか？まあ、楽しかったっていうのもありますし、すごい学びになりました、ね、うん、おお、学びになった。はい、ほんとね、30分ぐらい僕話してたもんね、はい、うん、それはね良かったです。なんか学びになった、なんか感想というか、まあ、なんか皆さんにおっしゃっていただきます。まあ一番印象的だったのが、その昔レンさんが詐欺に遭ってたってことですかね。まあそう、いろいろねあって、そう、はい、でなんかその時にそれがありがとうっていう感じで話してるのが、いやなんか私だったら、私も一回詐欺にかかったんですけど、うん、まあ、ちょっと前に、うん、なんですけど、なんかなんでありがとうって思えるんだろうって最初は思ってたんですけど、うん、確かにその経験から学べることとか、うん、そういうのがあって今のレンさんがあるのかなっていうふうに思うと、うん、確かにありがとうだなって思って、なんか最近はいろいろ嫌なこともあるけど、うん、そのことに対してなんかありがとうっていう気持ちとかも出てきて、うん、いやなんか人間性が変わったっていうか、すごい、本当にすごかったです。もう本当急展開の今年2022年になりそうですね、じゃあ。はい、ねえ、ね、
中学2年生でそこまで大きな転換期になりましたって、うん、めちゃめちゃすごいやん。すごい未来が楽しみなんですよ。すごいですね。いやもう本当に本当に出会えてよかったって思ってます。嬉しいけど、また会おう、また会おう。なんかでも素晴らしいですよね。でもほのかちゃんのそのほんのちょっとね、あの言ったことをすごくもう吸収する、吸収もすごい、吸収力がめちゃくちゃすごい、うん、素直さがあるわけね、うん、まあ素直さがあるイコール吸収力があるということにもつながるのでね。へえ、ちょっと見習いたいですね。見習いたいですね、うん、あしかもさ、こういうね、素敵な、女性がね、うん、遠くにいるのは分かるんですけど、うん、そう遠くないので、うん、なおさら本当出会いは奇跡だなと思ったんですよね、うん、身近になんかあるんですよね、きっと、うん、皆さん遠いところまでわざわざ行かなくても身近に何か謎を解くような存在がいるんじゃないかなと、まあ、それをちょっと私言いたかったんですけど、ちょっとねラジオを聞いていらっしゃる方、今YouTube を絶対見てくださいよ。この中学2年生どんな方なんだろうと見えますので、あと何ですかね、今その SNS ちょっとやってますよね。はい、はい、もう出てますので、ちょっと検索していただいて、フォローなり何かしていただきたいなと思いますので、うん、はい、よろしくお願いしますね。ねもうちょい時間あるんですけど、ちょっと違う話しましょうかね。はい、一応ラジオの電波なので、まあ、考えながら話しますけど、なんか、その普段から、好きな、好きなジャンルの映画とか、好きな食べ物とか、ちょっとお話ししませんか。はい、はい。僕はね、ちなみに SF が好きです。食べ物はね、果物が大好きです。もう冷蔵庫の中、爬虫類が全部果物なんですよ。もう爬虫類が果物。あ、肉僕食べないんですよ、肉は。肉食べないです。あんまりもうほとんど食べないです。で、まこさんはどうですか、冷蔵庫の中は。そうですね、まあ、私も果物大好きなんだけど、うんうん、まあ、ね、娘もいるので、うん、はい、普通だと思います。あ、普通なんですか。はい、普通に食べると、はい、まあ、果物もありますけど、そんなにたくさんではないですね。そうなんですね。はい、うんうん、ほのかちゃんはどうですか。一つ先にですか。はい、根本真子さんに娘さんがいらっしゃることあんまり知らなかったんですけど。あ、マジで。はい。だからそこにすごい驚いて。あ、そうそう、うん、高校2年生の女の子が1人です。結構もう大人なんですね。そうです、17歳。そう、今度17歳になります。そう、1人ね、娘さんがいらっしゃる。あ、それ言ってなかった。そうなんですね。いや、全然知らなかったです。そう、だからね、本当にね、だから ほのかちゃんみたいにね、本当になんかもうすごい女の子で、ね、この子育てを どうやってこうやってその育てたらほのかちゃんになるのかっていうのを、私はお母さんに聞きたいです。いやいやいや、お母さんに内緒しないといけない。話がずれちゃいました。はい、ほのかちゃん、じゃあ好きな食べ物は。うん、私も結構フルーツ好きで、うん、なんか今はデラウェアとか桃、うん、とか、うん、なんかもう本当好きで、買ってきてもらってはすぐ食べてみたいな感じです。美味しいですよね。桃は特に私の、はい。僕はさっきね、スーパーに行って、僕スーパー大好きなんですけど、おばさんみたいですけど、なんか山梨のね、ぶどう買いに来ましたよ。あったから買っちゃいましたよ。お、あったと思って、すごい美味しそうなのが。ね、特に夏はね、なんか冷たく冷やしてね、フルーツが美味しいですよね。美味しい美味しい、もうフルーツ三昧です。ここはもう本当、一日ね、一食はねフルーツでね、一食が普通のご飯で、普通のご飯って言っても少ししか食べないんでね、もうあとの一食は何も食べないんで、もうすごいそういうストイックな食生活だったんで。
すごいですね、なんか。びっくり。もう徹底してますね。そうそうそう。病気とかしたわけじゃないんですけど、単純に好奇心でそうなったんで。好奇心でそれを継続して、とりあえず3週間続けようと思って、3週間できたんで、次は3ヶ月続けようと思って、3ヶ月できたんで、次は半年続けようと思って、それがもう大体20年になりました。すごい。最初はね、3週間がキーポイントなんですよ。3週間。なんとね、それね、理由があるんですよ。まあ、その理由はね、ちょっと今、ラジオで言うとあれ、まあ、ある。またじゃあ、後でね、詳しくは後で。そうですね。本当ね、まださらっとしかまだお話ししてなかったんで、まあ、だけど、この僕の果物の話はさて置いといて、ね、出会いは奇跡でね、中学生役の、宮川パパちゃんだったんですけど、さっき娘さんがいるということで、まあ、びっくりされたって言ったんですけど、その映画の中に、娘さん役も出ます。楽しみにして、はい。今、編集中なんで。まこさんからは何か今後のほのかちゃんに聞きたいこととか、うん、要望とか、はい、そのほのかちゃん、これからのその目標だったり、なんか将来こんな感じになりたいなとかっていう夢とかありましたら、聞かせていただきたいなと思います。はい、はいはい、とこの作品に出会って、なんかどんなに辛くても自分のペースでこう頑張っていけば、本当にこうなりたい自分というか、本当に今はもう根本真子さんって言ったらもう皆さんが憧れるような存在だと思うので、本当にそういう存在になれるかもしれないなっていう希望の光を見せていただいたので、まあ私がもともと目指しているのは医者か女優なので、その夢に向かって勉強もそうだし、こういう学びの機会とかも大切にしながら頑張っていきたいと思ってます。素晴らしい、ブラボー。すごいな、本当に。もう鈴が鳴りましたよ、鈴が。もう言葉が出ないです。ねえ、今日本当に生きててよかったですね、根本真子さんね。本当に感動です。ねえ、嬉しいです。嬉しいですね。はい、もう感動感激、うん、もうねえ、ね、はい、どうぞ。またちょっとはね、根本真子と私とね、仕事以外でもし機会があればね、はい、そう遠くないので、うん、お願いします。ね、こちらこそ本当お願いしたいですね、お会いしたい。はい、じゃあ一旦ラジオの方は締めをちょっと真子さんからお願いします。はい、もうね、もう本当ね、この映画でたくさんのね素敵な方に出会わせていただいて、もう今日もね本当にねもう感激でした。よかった。はい、ね、ありがとうございます。はい、素敵な出会いをありがとうございます。はい、では、はい、今日は本当に、ね、稲田穂香ちゃんでした。皆さんよろしくお願いいたします。穂香ちゃんね、お願いします。皆さんもぜひぜひね応援してあげてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またそれでは、はいはい。ありがとうございました。広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね。
空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから虹が出るよどんな闇でも必ず明けるよ希望と夢を信じていて二人で見た夜空に光一つ